はい、こんにちは。日本改革トークツアーです。カンタロウ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金と、河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。SNS や掲示板事業者に、迅速な誹謗中傷対策させる法改正閣議決定だそうであります。具体的にはですね、投稿削除の判断基準を策定し、公表しろ。東京削除要請窓口を分かりやすくしろ。それを案内しろ。一定期間以内に削除要請を審査し、結果を通知しろ。事業者の仕事、激増不可避ですね、これね。ネット誹謗中傷対策、閣議決定なんてタイトルだと、あれ？誹謗中傷のハードル下がって誰でも捕まれになっちゃうのかな？誤解しますけれども、二ちゃんの皆さんも結構誤解しておりました。清和会ガード的なやつ、よほど増税メガネが嫌だったのね。政治家で誹謗中傷を訴えるのは立憲と維新ぐらいだろ。河野太郎、名誉毀損で私のことを訴えてますからね。中共化してきたな。死んでもあれが消えるのか。まあ国民の怨嗟の声は気になるよね。自民への批判を取り締まるつもりだね。増税メガネと書き込むと消えます。反対意見は誹謗中傷ですか？気に入らないこと言うとブロックする。河野デマ太郎に対する対策はないの？自民党はネット上での誹謗中傷を問題としてるようなんですけど、今時ネット以外の誹謗中傷ってごくごく少ないんじゃないの？ネット以外で誹謗中傷したいなって思って、皆さんどうやりますか？公開の場で罵倒するであるとか、誹謗中傷のチラシ作ってシコシコポスティングするとか、電柱に貼るとかぐらいしか思いつかないですね。あとなんかありますかね？ネット以外で誹謗中傷する方法ってさ。奥様グループとかでこそこそ陰口言うとか、そんなのかな？コメントで教えてください。チラシを、ポスティング、電柱に貼る、あとは、公開の場で、罵倒する以外の誹謗中傷、ネット以外の。誹謗中傷、ネットがほとんどじゃないのかな、今な。二ちゃんはですね、自民党による言論なっつって意見が多かったんですけど、総務省のですね、違法有害情報相談センターに寄せられた相談は、去年5700件あったそうであります。1日20件あるってことか。そのうち実に 67% がですね、削除方法を知りたい。だったみたいであります。どこに削除要請、したらいいかわかんないっていうのが実に3分の2。サイトによってはですね、削除依頼がどこにあるかわかんない、載ってない、このしわ寄せで仕事が増えた総務省が切れたんでしょうね、これね。切れた。河野太郎のようにですね、弁護士に文書を書かしてですね、法律事務所の名前で河野一族中共の犬って記事を削除し謝罪しろって内容証明送れる人ばっかじゃないですからね。まあ普通の人は訴えるまでもなくですね、その投稿が削除されたらそれでいいやって人が多いんでしょう。私がいやどすって返信したら名誉毀損で220万円払えて訴えられましたけどね。私の裁判の進捗具合なんですけれども、当初の裁判官1人の通常裁判から裁判官3人の合議制デラックス版に変わったためですね、3月中に非公開で協議し日程調整を新たに行う、一からやり直しになってしまいました、っていうことを知らされております。弁護士さんから何か進捗があったらお知らせいたします。日程が決まったら傍聴にいらしてください。私も行くつもりであります。まあ1回目ぐらいね、様子見して、俺必要ねえのかなってなったら、あれなんですけど、一定期間内に審査し、結果を通知すべし。これ削除依頼した人に通知ってこと。運営者の仕事、激増しそうなんですけれども、X、Facebook、インスタ、LINE、2ちゃんあたりの大手なら、対応できそうだが、私がブログで使ってるですね、選挙 .com みたいな弱小運営者は業務増加分に耐えきれんのかな。
あとは、X は、Twitter Japan。X Japan ですか、今は。X Japan。なんか、商標登録で、ややこしいことになりそうですけど、Twitter Japan ってなったら、まあ、言うこと聞くのかな。Facebook はどうだろう。インスタはどうだろう。LINE なんかはどうなんでしょう。2ちゃんなんか言うこと聞かないんだねえのかな、思ったりして。削除要請は今でもありますけれどもね。判断基準を明確に公表すべし。これいいですよね。これこれの単語は禁止であるとか、本人が変えられない属性の揶揄禁止とか、明確に書いてくれれば、それを避けるだけなんでね。NHK の報道がですね、まあ、これ NHK 記事から拾ってきてるんですけど、まあ、切り取りとか隠蔽されてない報道だったらばですね、自民党による言論弾圧ってことはなさそうです。誹謗中傷のハードルが下がるわけではない。こういう、今まで政府だった投稿が、これもはダメになる。すぐ削除されちゃう。わけではない。みたいであります。河野みたいにですね、個人で勝手に言論弾圧してるやつはいますけどね、すでに。お金かけてね、お金かけて、弁護士使って。解任動議の衆院採決。令和の大石明子が、ぼっちで牛歩。嫌がらせ。採決のとこまで、のったくたのったくた歩いてくる。時間切れで投票できず、立憲もやると思ったのに、って言ってるらしいんですけど、バカじゃねえの、こいつ。世論です。脱税、格好悪。事務所で再教育。パフォーマンス命の令和らしい。多くの、全くの時間の無駄で、戦術でも何でもない。解任に牛歩するとは、解任に反対なんですね。何のため出席してんのかわからん。去年山本太郎も牛歩して厳重注意受けてたのに学習せんねー。牛歩って昭和がやって初めは思いましたけれども、しかもぼっち投票できない。かっこ悪い。何やってんだこのバカはって話。大石がなんでこういうことをするのかといえばですね、支持者がそれを望むから。あ、これにつきますね。解任採決を妨害って、解任に反対ってことになんですけど、そんなことは令和支持者には分かんないですからね。何せ、とにかく政府とか国会に逆らってれば、かっけーって思うのが、まあ、教会信者どもでして、仕事をよこせじゃなくて、現金よこせって連呼したらですね、周囲にどう思われるか、予想がつかない知能に問題がある方ばかりです。なぜ令和の代表の山本太郎が現金よこせ、何強盗みたいなこと言ってんだって、物騒だな。そこは普通ね、ちゃんとした仕事をよこせ、働くからっていうことじゃないのか、いう話なんですけど、令和信者って一発逆転思考が、根底にあるのではないかと、思い至りました。勉強せずに一発逆転、努力せずに一発逆転、仕事をせずに一発逆転。もちろんですね、世の中そんなうまい話はないんで、まあ信者はいいように令和に転がされてるわけなんですけれども、でね、これこのように世間の笑い者になってるんですけれどもね、笑い者になればなるほどですね、世間から浮いて居場所がなくなりし、令和しか、信者しか居場所がなくなる。で、より一層ですね、令和に依存し、濃くなっていくと。これは共産党もフェミも同じですね。そういえばね。変なことやったり言ったりして、世間から白い目で見られて、避けられて、結局共産党にしか居場所がない。令和にしか居場所がない。ツイッターのフェミ仲間しか居場所がないってですね。で、だんだんですね、共振化していく。濃くなっていく、より一層依存して。この仕組みがですね、共振化メカニズム。とでも言うんでしょうかね。私、名付けましたけども。オウムも初期は、穏健なヨガサークルでしたもんね。だんだん濃くなって、変な方に。昨年の日本の出生数、758,631人。外国人込みね、これね。だから日本人だったらもっと少ないですね。で、過去最少。日本の少子化にですね、アメリカ CNN やイギリスガーディアンなどが、海外メディアが強い関心を示しておりました。報道しておりました。イーロン・マスク。何もしなければ日本がなくなってしまう。
イーロンマスク日本大好きで心配しておりました。アメリカプリンスドン大学、あと数十年は減り続けんな、日本の少子化止まんねえな、という予想を立てておりました。世論です。先進国はどこも減ってる、危機と言いながら何もしなかったのが自民党、何もしないどころか減らした。女を働かしたらこうなるに決まってるのに大騒ぎ。弱尾の遺伝子を欲しがるバカはおらん。働け、産め、教育しろの女性にとって罰ゲーム。まあね、女性の負担多いですよね。働きながら出産しろみたいな、働きながら育児しろみたいな、税金男並みに払えみたいな、女性にとっての罰ゲーム。何でもかんでも女性に求めすぎ。上級と外国人労働者の国になる、ドバイみたいですか。外国人を入れるよりもAI ロボット導入による省人化を推進していくべきだと思う。試験です。日本 1.26 出生数、出生数、なんですけれども、中国 1.09、 シンガポール 1.05、 韓国 0.72、 日本だけでなくてですね、東アジア軒並みひどい、日本マシな方、むしろ、欧米人にとってアジアに日本が存在しなければアフリカと同じだって、全然ね、意識にも話題にも上らないっていうことなんで、日本の少子化だけですね、海外メディアの目を引いておりますけれども、他の東アジアの国も結構なもんであります。なんで東アジアは人口減少がトレンドなんか、なんで少子化なのかいうことなんですけど、米国の知能指数テストやるとですね、明確にこういう傾向が毎回出るそうなんですよ。白人を100とした場合、日本人、中国人、まあ主に香港なんですけど、韓国人は105から110叩き出す。黒人85から90と。近年の説なんですけど、農業革命からの歴史の差なのではないか。知能指数の差っていうのは、農業化イコール家畜化が進むほど、知能指数が高くなるのではないかという説が唱えられておりました。つまりですね、今検査でわかる知能指数っていうのは、家畜化、人間化とも言いますけれども、家畜化というのは人間は自らを家畜化した動物である。この柵から出ないでねっていうのが家畜じゃないですか。その代わり餌あげますよ、保証しますよ、ルール守ってねみたいな、そういうことが知能指数のテストに現れるんじゃないか。家畜化っていうのは動物から人間へってことです。農業の経験値なんですけど、欧州2000年程度、中国4000年程度、日本1500年程度なんですけれども、アフリカ短い、今も農業化始まってないとこもある。中東、エジプトやメソポタミアの歴史はないが、まあ、4、5000年前に始まったが、砂漠化で断絶してますよね。ピラミッドある場所、エジプトの、あそこね、何千年か前は緑の大地だったみたいですよ。でね、灌漑農業をやりすぎて、園外で砂漠化しちゃったらしいんですけど、農業革命、イコール人間の家畜化開始と、農業開始で原始人はどう変化したのかって話なんですけど、土地の所有という概念が誕生した。つまり今まで移動して獲物のいるとこ、どんぐりの落ちてるとこ、貝が取れるとこ行ってですね、土地所有するって概念があったんですけど、まあ、それが生まれた。共同生活っていう概念が生まれた。共同生活が生まれたら、ルールっていう概念生まれますね。詳しい他者の指示に従った方が得だなっていう概念が生まれた。富の蓄積が始まった。収穫を分け合うっていう権力と権力者が登場した。早い話がですね、農業経験っていうのは、動物から人間になったっていうことですね。農業の経験。ここから私の仮説なんですけど、東アジアが人間化の最先端地域ならば、少子化のトレンドをですね、全世界に先駆けて開始してるんじゃないか。東アジア、欧州、東南アジア、中東、アフリカって順に少子化トレンドが波及していくんではなかろうか。って、私の仮説です。異論は認めます。
欧州ではもう始まってるみたいですよね。何やっても子供増えねえな、いう話で、頭抱えてるみたいですけれども、今日のその他のニュース、現代ビジネス。オール沖縄崩壊寸前。かつてのように集会に10万人集められない。1万人がせいぜい。集会で各派がバラバラなスローガンを掲げるもんだから、結局何の集まりだかわかんねえ。高齢化で毎日の基地工事、妨害に、数人しか集まらない。城間美紀子那覇市長が自民党推薦候補を応援と。これ城間美紀子ってオール沖縄に所属してたやつが、裏切って、まあオール沖縄は裏切りだと思ってますけども、崩壊始めた。なるほど、なるほど。かつてはですね、都内でホームレススカウトしてですね、沖縄にですね、座り込み要員として送り込んでいたのに、そっちの方も資金が途絶えたんですかね。もうね、6年、7年前に、水穂先生、福島水穂先生が結構しょっちゅう来てくれて、差し入れも豪華だったんだけど、それが6、7年前。最近はしょぼいっていうのが6、7年前聞いた話ですね。戦後最悪の高齢化で放置しててもいずれ消滅しそうですね。めでたしめでたしと。プレジデントオンライン、不同意性交罪ができたので男はおちおち女性を誘えない。記事要約です。成功したが最後15年間は女性から同意がなかったと告発がありましたと、警察が来るリスクを抱えることになる。お近づき性交や味見性交が危険になる。それを理解する知能がある男は婚活市場から去っていく。婚活市場にはそれを理解しないバカか倫理観が欠如している男ばかりが残る。だそうです。まあ、婚活市場に普通の男は行かないんじゃないのかな。まあね、結婚相談所に、まあ、普通の男は、普通になんか結婚できてて、行かないんじゃないのかなって思いますけれども、これ、伊藤詩織の民事裁判みたいにですね、自称慰安婦ババアどもの、みたいに、物証ゼロでも罪に問われるようになっちゃうんでしょうか。今んところですね、不同意性交罪で有罪になったって話聞いたことないんですけど、私知らないだけなんですかね。ちょっとこれ続報待ちですね。日本大好きイーロンマスク。テレビから情報を得ている人は偽りの世界に住んでいます。いや、そんな質だけど。日本では昔からテレビ見てるとバカになるって、言ってましたからね。今親がそうなってて悲しいなんて投稿見ましたよ。神戸市の地下鉄内で女性専用車両に乗った男が他の女性客に髪の毛を引っ張られたり顔付近を数回殴られる被害に遭いました。この男性ですね、実は非協力乗車という団体の活動としてわざと女性専用車両に乗ったみたいであります。いわゆる札付きね、間違って乗ったんじゃなくて、一体何が目的でそういう活動してるのか全然わかんないですけど、わざわざね、占領車両を、専用の車両を用意した会社とですね、専用車両に乗りたい女性に大迷惑の活動ですね、これね。もっとボコボコにされたらよかったのにね。殴られる前にですね、私心は女ですって言えば助かったのがね、この人。静岡県富士宮市の商業施設内で30代男性の体を触ったとして、80代男性逮捕。両者に面識はなかったみたいであります。ジャニーさんと同類かな。80歳超えても生命力が旺盛で何よりですね。触られた方はたまったもんじゃないんで、まあお気の毒様であります。メール当院に登録して、日本改革とご支援ください。もっと見る、動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。